はい、皆さんこんばんは。テルジーチャンネルの時間です。じゃなかった、テルジーチャンネルのテルジーでございます。テルメシの時間でございます。本日のメインディッシュは超もち生パスタ、さらにとろとろクリーミーポタージュスープ、さらに茶碗蒸しでございます。そしてご飯でございます。今日はこれでいただいてみたいと思います。実食では、メインディッシュの超もち生パスタ、これからいただいてみましょうかね。なんかうまそうですけどね、どうなんでしょうか。まあ、こういうふうなね、レトルト食品がね流行ってますからね、よーく混ぜて、混ぜ、ではいただいてみましょう。濃厚ボロネーゼでございます。超もち生パスタ、ご飯もいただいてみます。うまいですね。ではポタージュスープを飲んでみます。ポタージュですな。では茶碗蒸しの皮を剥いてみましょう。皮むきでございます。はい、皮を剥きました。いただいてみます。じゃあこれスプーンがあればね、スプーンでも食べたいんですけど、エビも入ってベタベタと、なかなか美味しいです。はい、超もち生パスタを食べます。ご飯の上に乗ってます。こぼれたし、なかなか美味しい。うまいな。カラスがくるりと輪をかいた。よーい、どーん。よーいのよーい。こういう寒い日はね、こういう暑いのが体が温まっていいですな。
椎茸も入ってます。もう12月に入ったかと思ったらあっという間にもうあと10日か9日間ぐらいしかないようになりましたね。日にちの経つのは早いもんですな。あっという間でございます。でも分かったというところでね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。